46歳のユースケ・サンタマリアと56歳の伊藤聖光が大人に送るトークバラエティ。今宵のゲストは最高にいいコンビだって。いやそれはもう俺は自他ともに認める。うん、認めるよ。自他ともに認める最高のコンビ、どうぞ。なんか似てるもん。お願いします。格好も揃えてきてくれて、はい、これ2人で出るときこういう格好するって決めてるわけじゃないんでしょ。いや、なんとなくで会っちゃいましたね、はい、嘘でしょ。嘘でしょ。なんとなくで、もうだって小学校の時からあれなんで。まるで兄弟。この2人何者なのか。通りすがりの天才川田トムです。なんだあれ、開発ユニットエア三兄弟の長男をやっております。調布第二小学校を首席で卒業しました。好きな超人はブロッキンジュニアです。お願いします。嬉しいよ。嬉しいの。僕はもうラジオでね、ラジオで聞いてるらしいね。ハングアウトって聞いてて、知らなかったんです。めちゃめちゃ光栄です。ありがとうございます。通りすがりの天才、その言葉が示す通り、この男の手にかかれば現実の世界は今よりもっと楽しくなる。これはなんか載せる AR って言って、この雑誌の企画だったんですけど、ヴィトンのバッグの上に載っけるんですよ。この紙面の上のチャックは開くんです。でチャック開いて、でここで開いた場所の時間と場所を計算して、おすすめのものをコーディネートしてくれるっていう。うわ、この今の季節と気温と場所から今もう見て値段も。そうです、そうです。他の場所で開いたらこの服じゃなくなる。じゃない。そういうことでしょ。冬に開いたら冬服をおすすめされる。さらに指揮棒を振ればオーケストラが現れ、百貨店の広場がコンサートホールに。カメラのセンサーが手の動きを読み取り、早く振ればテンポが速く、動きを止めたら演奏も止まるという。そしてこちらも、はい、お願いします。ピン芸人をやっております、松本クラブと申します。調布市立第二小学校卒業で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ポイントカードお持ちでしょうか。いや、ないです。よろしければすぐお作りできますが。結構です。本日ファイナルマートポイントプラスキャンペーン実施中ですが、いかがでしょうか。結構です。お、かしこまりました。カード入会拒否です。卓越した演技力で世の中からちょっとずれた人を描き出すコント職人、松本クラブ。僕今一目見てすぐ分かります。はい、メガネにレンズが入ってねえな。ああ、それはちょっと入ってないです、ね、あのサマーズの大竹さんと一緒ですよ。そう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 。それはやっぱあえて二人とメガネ、ダブルメガネで。まあ合わせてるわけじゃないですけど、たまたまちょっと川田が僕に憧れてる部分が。通りすがりの天才。俺ラジオで知ってたの、松本クラブがそのね。いや俺知らない。幼馴染だと聞いてくれてるじゃないですか。幼馴染だっての知ってたんですけど、はい、何にも知らないそんな話。実はこの二人30年来の大親友。その出会いは小学校時代まで遡る。小学校3年生ぐらいの時に川田がその僕がいる第二小学校っていうところに転校してきて、転校したと、はい、でそっからまあ小学校6年ぐらいまでの間ずっと本当に密に仲が良くて。一番の親友ってことだ。僕はあのいろんなメディアで親友だって言ってるんですけど、この人全然言ってくれないっていう、あれ、そう思ってなかったってこと。いやいや、 そんなことないです。ただちょっと照れくさいんで、なんか親友っていう言葉が、悲しいもんね、自分親友だと思ってて。寂しいですよ。そうそう、自分だけだったっていうね。そうじゃないんだよね。そんなことないです、本当に。照れてるだけ。照れてるだけで。それ中学は別になったの。中学も一緒です。高校はどうなったね。ここでは別になったわけ。でもその時も会ってたはから一切もう中学でなんかマンモス中学校みたいな感じで、僕らの小学校はすごい喧嘩が弱かったんですよ。喧嘩弱いけど面白いだけになり合ってた2人が、やがて喧嘩の強いあのいろんな小学校から来た時にシュッてなっちゃって、シュッてなって、でちょっと合わなくなっちゃったんですよね。なんか小学校の時ヒーローだったのに、なんか中学行ったら全然ガゼン目立たないじゃねえかみたいな。なんかスポーツできるとか、なんか喧嘩強いとかってこと以外の価値観が一回中学入ったらなかった、なくなっちゃったんですよ。
で面白さだけで勝負してた僕たちは何の価値もない楽しいな。もう中学入った途端にちょっと肩身狭くなって、うん、そっからあんまり小学校の時あんなに毎日遊んでたのに、なんかちょっとなんか気まずいみたいな感じになって、そういうやつ いる、うん、でその人とはもう会ってないですよ、それっきり。あ、そういうもん、うん、生きてるか死んでるかも分かんないんだなんかやがて出会うんですよ、またあの僕はあのそうじゃないと今ないしね、うん、あの普通にメーカーに勤めてたんですよ、ミシンメーカーに僕勤めてて、うん、10年間開発者をやってたんですよ、いろんな発明とか。そうだったの、喋ってたから。そうなの、うん、で普通に発明とかして特許とか取って、うん、割とメーカーの中で浮かれてたんですよ、うん、だから俺結構やったなと思ってた時に、うん、ふとあの同級生の松本洋平は何やってんだろうと思って、うん、でその時2007年ぐらいでしょうかね、うん、なんか検索エンジンがようやく出てきたんで、うん、あ検索してみようと思って松本洋平の名前を検索してみたんですよ、うん、そしたら政治家の松本洋平と、うん、卓球選手の松本洋平と、うん、あと売れない役者の松本洋平が出てきたんですよ、うんうんうん、もう直感でこれ売れない役者だなと思って卓球絶対ねえな、卓球まず政治家もねえないね、まず分かりやすいですよ。でもそうなんですよ。でもうあこれ絶対そうだと思って、うん、劇団に僕連絡して、連絡したの？しました、はい、メールを送って。でそれがないとだ。そうなんです。そうですね、ありがたいよね。ありがたかったですね。 僕がいる劇団にある日突然その後輩の劇団員がこんなメール来たんですけどってプリントアウトされたのを渡されたら、うん、あなたの劇団に所属している松本洋平という男が、うん、僕の小学校からの友達のような気がするのですが、うん、本人に伝えてよろしければここにご連絡をいただけるようお願いしますみたいなのを書いてあって、なかなかアクティブですね、はい、そう川田君偉いよ。それをやらないからそれになっていくんですね。そうなんですよね。なんでそこまでしたのかね。いやでも僕としてはなんかメーカーで一応発明っていうところではなんか立場ができて、うん、で次なんか人を楽しませる方向に行きたいなと思ったんですよ、うん、でもなんか自分が一番人を楽しませた思い出っていうのは、うん、それこそ小学校の時に松本洋平と一緒にコントをやって、うん、コントやってたの？やってました2人で、はい、作ってたんだネタを。作ってましたね。あそうだったの。で校内を回ってたりしたんですよ。巡業だよね、もう、ね、まあ、うね、営業回してるんでしょ。営業回ってましたね。あの時のでも記憶がやっぱあって面白かったと。どうしてんのかなと思ってでつい、ね、連絡しちゃったんですけど。そしたら役者だった時の喜びったらないんじゃないの。あいつはそれやってたんだみたいな。そのまま言ってたんだあいつは。そうなんですよ。俺はメーカーにいるけどあいつ芝居してたんだ。そうなんですよ。この人の方がちょっと先に行ってたような感じがちょっとあって、あパフォーマンスしてたわけだもんね。まあでも実際行ってみたら全然売れない役者で金は俺の方が持ってたんだ僕の方が裕福だなって。そりゃそうだよな、発明もしてんだもんけどでもやっぱりあの拍手を浴びたりしてて、うん、かっこいいなってなりましたね。またねお金とは違うところでね。そうなんです。職業は違えど二人が志したのは人を楽しませる仕事だった。幸せだよね。そんなことはやっぱり ないじゃん。そうですね、うん、だからその川田からの連絡がなければ、うん、その出会いがだいぶ遅れていた可能性はあるだろうな。あるし、まあ、多分それを出会ったことによって役者は役者なんだけど俺もともとお笑い芸人やりたかったんだよなっていうふうにこうエッジがさ、ね、はい、変わってくるんじゃないの。やっぱそうだと思います。気づかせてくれるっていうか、はい、俺もともと違うわっつって、はい、その根本の部分で小学校の時にただくだらないことを一緒にやっていたところをまたやろうって、うん、そのある程度僕35歳までその劇団行って、うん、でお笑いに入るんですけど、うん、その35歳でそこに新たなところに行こうって思えたのはやっぱり小学校の時に川田との出会いがあったからなのかなと、うん、いい話だなこれ。これ入ったなこれ。いい話だこれ、はい。本当はずっとお笑い芸人という憧れがあったんですけど、川田と離れてから中学入ってからなんとなくちょっと暗い人間になりかけていって、でもなんか面白いことはやりたいなっていうのがあって、そうだ裏方的なことならできるかなと思って、このテレビのもうこういうディレクターさんとか放送作家さんが行くような専門学校、東邦学園。あ、そうです。あ、なんだそうなの。東邦学園に行ってで普通にそういう裏方系のことを学んでたんですけども、うん、その授業の中でいろいろ短編映画みたいなの撮ったりとか、そういうので自分が、役者としてその瞬間だけですけども、うん、そういうのを撮ってそれを授業で流した時に、うん、あ、洋平面白いなとか言われるその喜びがなんか気持ちよくなっちゃって、うん、あ、
これがあの小学校の時川田と一緒になんかいろいろコントとかやってたこの気持ちだ、これやりてえなってちょっと思ったんですけど、でもその面白い方、芸人の方に直接は行かずに、なんか役者だったら別にふざけなくてもなんか笑わせることだってできるわけです、コメディやってねと思って劇団に入ってっていう流れなんですけども、劇団シェイクスピアシアターに所属し舞台俳優として13年、着実にキャリアを積んできた松本、しかし35歳を機に突如芸人の世界へ。そのきっかけは何だったのか。自分で一生懸命稽古もするし、バイトしながら稽古してて結構大変な生活なのに、その目指している位置が どこを自分が目指しているのかもあんまりよく分かってないまま、目の前のことを一生懸命やる、とにかく言われたことやってるだけになるだろ。そうですね、でしんどいもんね、やってることそうですね、ですよね。 それを結構ずっと長いこと続けてって、僕も30を超えていった時に、あれ俺このままこのアルバイトをしながら毎日稽古をしてっていう生活をずっとやるのかなって思ってきたら、ちょっと怖くなっちゃって、ちょっと一回本当にやめようと思ってアルバイトだけを1年間やってたんですよ。でその間に iPhone を購入して、 iPhone になんかボイスメモみたいな機能があって、あこれ面白いなと思って自分の声を録音して、その声に対して生身の僕が、それはもう遊びの範疇で、自分でそのカメラ回してその動画を撮って YouTube に上げたりして、でもそれもみんなに、世間の皆さんに見てくださいっていうんじゃなくて、友達とかに俺こんな面白いの思いついたよみたいな感じでいろいろ見せてたら、その見た後輩の子が、そういうことやってんだったらお笑いとか行ったらいいんじゃないって言われて、で、あ、そっかと思って、で今の事務所に行ったらすぐ入れていただけて、今に至るっていう感じ。今のスタイルだもんね。そうです、今僕がネタやってるそのスタイルはもう本当に遊びから始まったやつで、でも AR 三兄弟だってある意味コントみたいなもんだもんね。そうですね、まあ技術を使ってどう笑わせるのかみたいなことに、そうなんです、ね、いや、ほんでね、カード君がそのミシンメーカーにいたわけですよね、はい、そこどうやって今のそうだね仕事になったかって、ちょっとみんなに、俺はなんとなく知ってるけど、全部知ってない、俺は知ってる、それ言っちゃうと俺知らないから、ありがたい、脱サラってことでしょ。そうなんです。一応だからメーカーで特許を取ったんですよ、あの僕が取った特許のが一番我ながらすごいなと思うのは、業務用ミシンのトップ、世界トップシェアのメーカーだったんです、僕がいたのは。でミシンを誰か縫製工場で縫うじゃないですか、でもその縫う人の上手さが最初から工場に備わってないんですよ。だいたい縫う人の技術によって左右されちゃうんですよ、縫いの良さが。だったら最初から上手に縫えるミシンがあったらいいなと思って。すごいドラえもんだよそれ。そうなんです、そうなんです。でピーってその上手な人の縫い方をレコードして、その経験をアップロードして最初から新しいミシンで縫えるっていう特許を僕は作りました。なかったんだそれは。なかったです。職人世界だったってことだね。そうなんです、そうなんです。極端にインターネットとか、そういう、でも今で言うと IoT とかなんですけどね。IoT それこそ冷蔵庫とか、カーテンとかが、そうですね、ね、がネットとつながってなんか通信できるみたいなことが早すぎて僕はやっちゃったんですよ。それすごいわ。ちょっと松本君、これは頭良すぎるんじゃないか。ちょっとだからもう僕はもう飲むしかないそうだよな。こういう話飲んで飲んで飲んどいて、はい、どんどん飲んでいって。いただきます。ほんでそれ作って、はい、作ったらさ、その世界にいりゃいいじゃん。あでも作って世界を回ってたんですよ、こういう特許で世界が明るくなるよってやってたら、なんかあるのとミシンのなんかサービスマンみたいな人に声かけられて、お前は何やってんだって怒られて、この上手だった人どうすんだと、縫いが上手だった人は職業的にどうなっちゃうんだって怒られて、お前は天才だったらもっと違うの発明しろって言われて、例えばこのミシンの針があるだろうと、でこれが折れちゃうだろうと、折れたらこの部品の品番が読めないんだと、地元のサービスマンたちはもうなんか言葉もなんか結構読めないんですって、なるほどね、だったらもうこれをかざしてすぐ注文できるような仕組みをお前だったら作れるだろうって言われて、ああ作れるなと思って。作れると思うの。はい、ちょっと作ってみたんですよ軽く。でなんか形を検知したら何かを出すっていうことをやってたら、あれこれ
例えば人の顔を認識したらビームも出せるし、うん、なんかいろんなの出せちゃうじゃんと思って、うん、なんかネタとして目からビームとか出してたんですよ、うん、乳首からビームとかも出したし、うん、いろんなその出せるビームは全部出したんですよ、うん、出せるビームは全部出した出せそうなとこから全部ビーム出してたから乳首とか出てきて、うん、結構そういう人に当たったらしくてビームが、うん、そういう芸能関係の人が、うん、でなんかおいうちのあいつからもビーム出してくんねえかみたいな話になるだろうっていう感じでなんか AR3 兄弟っていうのが、うん僕社員だったんですけど先に世に出ちゃってでなんかもうそっちの方が世間とつながるなということで会社も辞めてしまったんですけど、うん、あと2兄弟は雇ってんだよね2兄弟は僕はお金出して払ってそうなんですだから3人でやってるっていう形にして深田君が雇った2人なんですそうなんです会社時代の部下ですからね、うん、ああそうなんだ、うん、会社時代の部下本当の部下なんだそれを3兄弟っていうふうに表現してるというだけなんですよだって長男出てて、うん、普通次男三男も何となく出そうじゃないですか、うん、一切出てこないんですよ出てこないですね、ええ、じゃあ別に松本君が次男に入っても気づかないいわゆる3兄弟の4兄弟の必要ないよ長男と、はい、だって同じ格好してるしてるわけだからだいたいくしゃくしゃっとしてね、うん、頭もでもね俺ちょっと あんまり川田君がそのラジオとかで触れなかったところで、うん、そういうことってやっぱりね、うん儲けってなんか分かんないでしょ特にコンピューターの、ねうん、アイデアと技術ですから俺が思うところの本当の金持ってるやつがしてるような格好いつもしてるんですよスヌーピーのトレーナーとかスヌーピーこれ中に着てますねあ、またスヌーピー好きなのスヌーピーは好きです、ね、よく着てたよね、はい、真っ赤なスヌーピーのトレーナーとか、はいはい本当に金持ってるそういう服装するんですよ、ま、いいところの奇抜なそうそうそうでも実はこれ古着屋のめっちゃすげえ30何万だとかそれどうなんですあんまそのね言うのあれかもしれないけどでかいでしょその特許は、うん、その特許も大きいしなんか特許はなんか定期的に取ってます、うん、定期的に取って最近取った特許は空間をちぎるっていう特許を取りました、ね、え何それおいこの辺をどういうこと持って帰れんのあ面白い光だなとか言ってさっきからずっと蚊が飛んでるのこれ持って帰れんのこれ持って帰れんのこれそうですね空間のちぎり方と保存の仕方ログの取り方とか空間のそうですね、うん、でそれはもし世界で他の人が使った場合は川田君にパテントが来るわけです、ね、そうですね松本君このことは知っていたのかねいや全く分からないそういう話 しないでしょあんまりしないですねただもう常に僕よりはお金持ちだと思うんで言うのは何でも分かるよ、ね、分かる、はい、もうなんとなく肌で感じるんで感じるものがある2人で飯行ったりとか飲み行ったりしたら大体、うんうん、お会計になったら僕はこう生還してるだけで、まあ、頼むなとはい、うんまあ、あとは川田分かってるなあとは川田っていう川田君も黙ってます俺川田君がさ博士太郎に見えてきたよいやもうありがとうございますなんかもうすごいお金持ちの感じがしてきた似てきたよね髪の眼鏡取ると博士太郎そっくりなんだぜ完全そうですねほら博士太郎だよ博士さんがまさか本当の長男じゃじゃーんっつって実は伊藤さん俺ですよじゃーじゃじゃじゃなっちゃったご本人でも僕お会いしてきたんですよそうなのそしたらどう言ってました博士さんなんかずるいって言ってましたねあの人は苦労してあのフォルムを保ってるらしくて髪もあれ天然パーマとかじゃなくてパーマでもう月1で細かく当ててるらしいんですよ、ね、あの褐色の肌もヒサロ通ってるらしくてマジあイメージ作ってんだ天然でそれはずるいだろうそうですねずるいってこのボリュームは何なんだろうテンパ僕テンパですねだから30年の要は付き合いになるわけですよ、うん、ああその中でも珠玉のエピソードがあるって聞いてあお互いの珠玉のエピソードこれでその振り方ってなんか上手なのかなこの振り方いやすげえ下手なとんでもない感動エピソードがあるって、うん、だそれを先に言わないとさ面白いじゃないですか2人の関係性でもその中でなんかこうちょっと泣けるような話実は泣けるになった今回ちょっと聞いてみましょう泣けるような話あるでしょ4年前に母親を亡くしてるんですけどもそのエピソードだと思うんですけどもやっぱりそういう本当にお母さん亡くすって昔からずっと僕恐れてていつかお母さんいなくなっちゃうのかって小学生の時に寝る前にお母さんが長生きしますようにって呪文かけてる子あるよねそういうような人だったお母さんがまあ結局がんなんですけどもでまあまあ結構やばいという時に本当に亡くなったらどうしようってずっと恐れてたんですけどまあその日がやっぱりやってきてしまってああもう何もしたくねえなってちょっと本当に悲しくいたらなんか川田から連絡来て飲み行こうって言われていやいやもうそんな気分じゃねえわって思ったんですけどまあせっかくなんか
優しいぶりやがってみたいな、そのことも知ってますし、断るのもなんかあれかと思って、それ乗っかってやるよみたいな気持ちで行ったら、別にその母ちゃんの話は全然しなくて、普段通りなんですね。普段よりやや暗いぐらいのテンションで、目の前でビール飲んで焼き鳥食ってて、川田なりに多分本人に確認してないんで分かんないですけど、多分僕にあの光を見せようと してたと思うんですよ。その、あ、やばいな、ちょっと待って本当に悲しい時に、なんかもう何もやりたくないなって、一瞬どうしようもないですけど、僕ももう何もやりたくねえなってなっちゃってたのも多分察して、なんか光を見せようとして多分考えたんですよ。まあ知的だし、いろいろ頭がいいんで、考えて、川田がその言った言葉が、この世で何か結果を出して、それが世間的にある位置まで行けば、それはきっと向こうの世界にも届くんじゃないかなって俺思うんだみたいなことを言って、僕はちょっとその時はあって思ったんですけど、もうやっぱ照れくさいんで、あっていう反応をしてしまったんですけど、やっぱりその言葉が割と自分の中ででかくて、そのお母さんが亡くなってから、僕そこまで、ピン芸人って R1 グランプリっていう大会がありまして、そこで決勝に行くことが割と重要なところで、そこを目指してみんなピン芸人はやってるところがあって、でお母さんが病気になった時に、なんか僕のスイッチがちょっと一つ変わって、早くしないと親孝行できないって思ってて、でそこから頑張り始めたんですけど、お母さん亡くなっちゃったってなった時に、はぁってなったけど、その川田のそのこの世界で頑張ってたら、あ、ダメだな、ちょっとここで渡されるそこで再現再現になっちゃうのすごいとこで渡されてるの。いやでもね、あのちょっと落ち込んでるなっていうのはあったんですけど、まあでも、ちょっと飲んですぎちゃいましたね、すいません。なんか役者時代も見てたし、で芸人になるっていうのも聞いてたし、でまあ人を笑わせる仕事ですから、まあ大変だろうなとはあったんですけど、いまいち僕の中で引っかかってたのは、もちろん母親のこともあったんですけど、最近何芸人の仕事どうなのって聞くと、いやなんかライブで受けたとかすげえ言うんですよ。でもう俺もう天下取ったわみたいな、小さい劇場ですよ、B チームって言っても小さめな劇場なんですけど、そこでなんか受けてたっていうのをよく聞いてたんだけど、でも全然伝わってこないなと思って、そういう活躍ってなんか伝わってくるもんだなと思ってたから、そういうのもあったんですよ。なんかお母さんのこともあるけど、活躍とかは伝わってくるもんだから、だからそういうその場にいない人間にもね、はい、だからまあ2つの意味で、まあ、超えてこいというか、っていうのを話したんですけどね。なるほど、いいアドバイス。友達だよ、もうそうなんですよ。そのこと言ってくる人いないよ。にもかかわらずこの人は僕のことを親友とも友達とも言わない、まあ、3回目だラジオも聞かない3回目実は聞いてるとかないの、それ。いやでも僕は言わないだけだみたいな。いやじゃ聞いてます。響いてるわけじゃない。いや今のところユウスケさんの方が響いてるよ。そうなんだよ。いやでも本当に響きましたね、あれは。その頑張れば伝わるんだっていう、自分にとっての新たな光として、なんか与えられた光として、それで頑張れたっていうのはすごく、そこは感謝。母ちゃんにも伝わるだろうし、もし自分がその場にいないっていう意味では、平行的な場所にもと時という距離にも関係なく移動できる何かがあるっていう、まあ彼らしい VR 的な発想だよ。でもそれは現実に人を救う場合があるっていうことだよね。そう思います。いや本当ですね、見事な辻の通った、あの言葉なんですよ、これは。適当に言ったんじゃなくて、彼の仕事の根幹にも関わる問題を彼に言ったから、その2つの意味でっていうのがまたね、いいよね、母ちゃんにも伝わるよっていうのと、あともう芸人として、まあそうだよ頑張れっていう、あとあれなんですよ、もうちっちゃい時から
お互いの母親を笑わすみたいなのがやっぱあって、あ、そうか、最初のお客さんでもあったんで。なるほどな。いやでも本当すいい話だったね。いや本当ですか。マドンガだから引かないじゃん涙が。いやなんか一回引っ込まないじゃんなんか。すいません。飲みすぎ。なんか酒弱いんですよこれ。じゃあ前剣じゃん。前剣って全く同じ。4杯目ぐらい。シャイニーの前剣だお前は。いや違います。それでもカード君飲んだらやばかった。2人でこんな感じうわーみたいな、2人でなんか泣かれてもね、こっちもやんなきゃなんないしさ。